どうもこんにちは。どうもこんにちは、昆虫大好き芸人堀川ランプです。お世話になってます。ゆうなです。お願いします。なんだ今のタイムラグは。今回はですね、すごいものを用意しまして、書類が、実はですね、この前家の大掃除をしたらですね、はい、小学校の時の自由研究が出てきまして、あるね家に、うん、はい、それをねちょっと今日紹介しようと思って、はあ、やっぱね自由研究シーズンじゃないですか。ああまあそっか、もうそんな時期か。そうですね、うん、改めてね20年以上前に作ったやつをね、そんな前か、はあ、はあ、うん、見ながらダメ出しをしていこう。いいじゃん、うん、昔の自分がやったことなんだから。昔の堀川も今の堀川にダメ出ししたいことあるでしょ。それだって芸人になるなとか。まあまああるかもしれない。部屋をまず綺麗にしろとかね、うん、ちょっと2年生の分がね、はい、実家に置いてあるんでないんですけど、まず一番古いのはこれ1年生の時のあれですね。ちょっと小学校名だけ隠させてもらってますけど、すごいよ、しっかり残ってるっていうのもあるし、あとやっぱ龍に志せ立つしっていうのは未だになれないですけども。でちょっとね見ていきましょうか、はいはい、これね1年生とは思えないけどね、しっかり、うん、カブトムシのサイズとか写真に撮って、横にその昆虫の名前と解説してるんだ。そうそうそう、そういうこと。色々載ってますね、思ったより。カエルね、オニヤンマジャクシ。そうそうそう、これね、オニヤンマとかも。このページはトンボですね、オニヤンマ。なるほど、ほう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 。これは、これちょっとね、ひどいですね。トンボ、はい、のしめトンボか、このしめトンボか、リスアカネのどれかです。提出の期限が近かったんかな。間違ってはないだろうからね、うん、自由研究にするのないけど部分点もらいに行ったんだろうね。どれかですってね、どれかで。ザリガニのね、このザの字の、いやもういいでしょもうそんな、うん、可愛らしいわよ。ちょっと待って、これガだけで書いてます。説明なし、ガだけで書いてます。不骨な感じがして、これよく見るとガじゃないんだよな、これ。あ、そうなの。青葉せせりじゃん、これ。青葉せせりっていうの。珍しいちょ、これ。あー、そうなんだ。何やってんだよ。そんな言い方ないでしょ、わかんないのよ。僕が撮りたかったのに。いや、撮ったのよ。なんで撮ってんだよ。実際撮ったのよ。青葉せせりはじゃあ何、知ってる人は、うん、なんで分かる、すぐ分かるというか、あー、あの虫ねっていう、うん、何やってんだよ。そういう気持ちがなかったから、横島の気持ちがないから現れたんでしょ。まあまあ、ガは全部ガしか書いてないです。アゲハチョウはこう事細かに飼育の様子を書いてますね。ね、力をこう入れようとしたんだろうね。ってんだよ、とまた間違えてるよ。トビケラじゃなくてヘビトンボだよっていうね。知らねえ、うん、知らないのよ、ヘビトンボなんだ。この写真躍動感あっていいですね。いや意外に高得点、うん、9月23期限過ぎてんじゃねえか。いやいいでしょそんな、もう大切なのそのやる気だから。やっぱな、今でも締め切り守れないもんな。あ、でもカマキリが卵を産む、こういう瞬間を時系列でちゃんと追ってますよ、うん、5分10分おきに写真撮ってますね。これは何が気に食わなかったんでしょうね。ちょっと違ったんだろう。卵の大きさ、何が気に食わなくて書き直してるんですかね、これね。あと、ここまで10分おきとかだったのに。急に？ここで、10時41分の写真から、次の、時間がですね、11時16分になってますね。よっぽど変化がなかったんだろうね。で、その次、11時27分挟んで、2時過ぎって。2時何分とかじゃないんだ、うん、ちょっと待って、これ。幼虫生まれてんじゃん。ってことは次の春までやってるぞ、これ。書き足してんのこれ。すごいな。そりゃ9月にもなるんじゃない。ってことは1年2年をこれでやってんのかな、ひょっとして。あー、なるほどね、うん、1年2年合併後なのかこれ、ひょっとして。でもそっちの方がね、ボリュームもあるし、うん、時間かかるものとかも追いやすいんじゃない。かまど馬絶対に廊下のカーペットにいるっていうね。いいでしょ、だからもう家の中でも撮ってんのよ、うん、次3年生の子見ますけど、あ、これやってますね。あ、いいじゃん。これですね。これはだからなんか召喚しようとしたってことだよね。魔法人じゃないんだよ。そういうことね。お母さんを取り戻そうとしたわけ。剥がれんじゃないの。違うのか。健在なのよ、恵美子は。違う、恵美子って名前で言うな。
これ真ん中にね、アリの巣があって、はいはい、この周りにいろんなものを置いてどれが好きかっていう感じです、ね、ああ、なるほどね、どの餌にこう食いつくかというか、そうそうそう、ははは、バターここら辺に置いたんですけど、キャップに入れて、うん、みんな溺れましたね、アリが。歴史歴史ということでね、あ、これ小3の僕ですね。あ、全然似てないね、全然びっくりした。結構ね、うん、でもやっぱ目眼鏡外してこう見ると似てないな。小さい頃にも似てないし、神木隆之介にも似てないな。もうダメだダメだってなんだよ、全部ダメだ。ダメじゃねえんだよ、おしまいだな。いろんな実験やってますね。餌の一覧の中でバターとかマヨネーズとかがある中、わかりますかね、バターとかマヨネーズある中、死んだ虫って。急に、そうだ、思い出した。これコンペイトを置いたんですけど、うん、職員室に後ほど呼び出されて、先生に結構強めのトーンで、コンペイトって何って分かるだろ、怒られたことがある。お菓子ですって言って、はーんって言われて、嫌な教師。あれは何だったの、嫌な教師だな、うん、コンペイトを担任の先生が知らなかった時あったな、そういえばって。ちょっと嫌だね。だいぶ嫌だよ。それでちょっと強めのトーンで言われるのが嫌だったし。そうだ、この年ね、学校で蚕を育てて、それをもらってきて、自分家で飼ってたんだ。へぇ、うん。まだね、わかります。実験の剣の字を習ってないですね。あるけど。なんで直で書くんだよ、先生。いいでしょ。生活の活の字がね、誤字をね、誤字をね、直接ペンで直すんだよ、この先生。そうだ、だんだん腹が立ってきたぞそうだ、あの先生だ、この時も。そういう意味じゃないんだよ、うん、絶対この修正違うんだよな。箱に入れてすぐじゃないでしょ。もらってきた蚕に餌をあげたらでしょって。誤字脱字かと思ったら、うん、背景を怒られてる、うん、あくまでこっちが挙げたやつだからと。嫌な先生だな、いろいろありますけどね。やっぱ4年生くらいになると書き方がどん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 見やすくなってくるというか、そう、ね、統一されてくるというか、分かりやすいな。あとこの当時が家にパソコンが初めて来て、あ、はい、親が練習がてらこういうあの縦線とか、ね、横線とかこういう写真を入れたプリントとかを作ってたんですよね、はいはい、自由研究の助けにもなるしパソコンの練習にもなるしみたいな、蚕の仕草いっぱい書いてて、飼育を漢字で書かなかったのまた赤ペン入れ、いやもういいでしょ、習ったのかな、うん、多分パワポでまとめてますねこれ。すごいな、5年生のやつが、あ、蚕2年目です。あ、やっぱ長期間で見るんだね。これ5月からやってますよね。すごいやってるね、うん、1ヶ月でなんかちょちょちょってね、うん、やる感じとかじゃなくて、うん、竹定規も健在ですね。竹定規好きやね。すごいね。でもちょっとね、まあ面倒くさいって言うとあれだけど、うん、短い時間でパッとやってっていうのは普通でしょうけど、だいぶ長期間の、うん、でそうだ、蚕の幼虫に模様があるのをちょっと気づいてますね、うん、あ、実際にあんのそれ、うん、品種が多分違うのかな、わかんないけど。なるほどね。あ、これ飼ってたら2匹の蚕が共同で1個の繭を作るっていう、そんなのあるんだ、うん、あ、てかそうか、それが確認できたんだ。そう、現象としてそれを気づいてますね。すごいな、なかなかやりますね。絶対将来学者になりますよ当たらずも遠からずという、うん、学者は学者だからね、確かに。学者は学者になると思います。自分で言ってるからだって、うん、学者なんですけど学者ですってつかみ何なんでしょうね。いろいろやってます。あ、すごいな、親の蚕の模様を記録して掛け合わせるという品種改良チックな、すごい遺伝の研究やってますよ。この模様とこの模様が、あ、すごいお尻の匂いする、うん、今びっくりしたそうだ、これがメモなんだ、当時の。ああ、なるほど、折り紙に書いてる。なんで、多分裏紙がなくて折り紙でこう。小さいでしょうよ。小6ですね。ああ、すごい、急に本格的になったな。これはすごいな。あ、でもすごい、眉をこうカッターで切って中の様子観察したりとかしてますね。急にパソコンのスキルが上がってるね。うん、親のねそっか、親か、親のパソコンスキルが上がってますけど、ここまで来ると親もね手伝ってくれますね。あ、見てくださいよ、廊下に蚕を放してますね。
ってるね。これが今のゴキブリを話す芸風の。いや、ここから来てんの。意外な元祖が。やだな。この時はいろんな遺伝のパターンを調べてますね。いや、小6で遺伝についてやってみてるのすごいけどな。遺伝のまとめ感想とか書いてます。優性遺伝とか書いてあったよ。すごいな。優秀だな。こりゃ学者になるな。U の字が書けないんだよな。まだ。難しい。クローンって書いてあるよこれ。すごいな。クローンって書いてあるこれ。クローンの開墾ですか。ネットがもうあるからこういう実験的なやつが。インターネットを調べていったらクローンの蚕の作り方があってびっくりしました。僕は蚕の模様が遺伝なのか調べないので、クローンの蚕の作り方を見てクローンを作り、子供の模様が同じか調べたかったんですが、ドキドキしながら始めてみました。で、失敗してます。失敗はもうつきものですから、参考資料とかあるのか。すごいね、最後に何どの資料を参考にしたか。参考資料本が3冊ぐらい書いてあって、最後平成14年と15年の僕の研究って。素敵だな、ちゃんと自分の過去を積み重ねて、うわすごっ。あ、そうだ、これあの県の科学賞みたいのに応募して、その時なんかちゃんとワープロで打たなきゃいけないっていうので、こういうの作ったんだ。そう、提出する用のね。5世代にわたる研究、キモいな。すごいな。キモいな、ちょっと。めちゃくちゃやってるじゃん。年2回発生するから、4年の夏、5年の春夏、6年の春夏って5ですよね。そうだ、思い出した。これでさ、はい、県で賞をもらって、図書券か図書カードを1万円分くらいもらって、もらうね。1万。そう。で、ファーブル昆虫機買い揃えたんだ、これで。すごいな。昆虫で飯食ってんじゃん。うん。いよいよ。とうとうでしたね。すげえな。1万はテンション上がるよ。だって大人でもテンション上がるよ。いや、ほんとよ。今ちょうだいよ。誰かね、タイムマシンを作ってくださいということでね。そんなオチなの、今日。いや、やることやってんな、すごいな、やっぱ昔から素質はありましたね。いや、あるね、めちゃめちゃある。なんでこれからのね、夏休みシーズン、ちょっとね、あの大人になってからすごいと思う研究をね、思い出作りでやってみてはいかがでしょうかということ。全然ありだと思うよ。あなたがくれた指輪は私を輝かしてくれる、まるで私は背高花鉢。